ブラウンスバッハは、ドイツビュルテンベルク州北東部シュベイビッシュハル軍に、属す、マチソン。ブラウンスバッハは、軍庁所在地シュベイビッシュハルから約15キロメートルの、コッハー川の渓谷に位置する。この自治体は、北は、ホーエンド道エ軍の軍庁所在地である、キュンツェルスアウ、北東は、ランゲンブルク、東は、ビルス方辺のオーバーシュタイナ8区、南東は、ボルパーツハウゼン。 南は、シュベービッシュ、ハル、西はウンター・ミュンクハイム及び、ホーエン・ローエ郡、クプファーツェルと境を接している。クビユである、ブラウンスバッハ地区のほか、アルンスドルフ、ガイスリンゲン・アム・コッハー、デッティンゲン、ユングホルツハゼン、オルラッハ及びシュタイン・キルヒエンの各地区がこの自治体に属している。これらの地区はさらに以下の居住区に細分される。 アルンスドルフ、ブラウンオルツビーゼン、ヘルトリングスハーゲン、ライザフハスホイーフ、リュッケルツブロン、リュッケルツハウゼン、ビューラーチンメルン、ヘルガースホーフ、デルホーフ、ソッティスホーフェン、エルツハウゼン及びティーヤベルク、ゾンマーベルク、ビンターベルク、バイラースバッハ。1972年2月1日に、それまで独立した自治体であったアルンスドルフ、ブラウンスバッハ、デッティンン、 ガイスリンゲンアム・コッハー、ユング・ホルツハウゼン、オルラフ派及び、シュタイン・キルヒエンが自発的に合併し、新しい自治体ブラウンスバッハが創設された。この自治体は、ブラウンスバッハ・ウンターミュンクハイム行政共同体の本部所在地である。この他に、デッティンゲン地区は、スイスの同盟の町と友好関係を築いている。コッハータール橋。ありがとうございます。